それでは後半の授業に入りたいと思います。で、前半はその前微分の基本的な性質ですとか、それからその与えられた関数が与えられた点で前微分可能かどうかっていうのを判定する手段の方法の一つですね、説明しました。で、後半ではその前微分っていうのは実は関数の接平面と大きく関係があります。で、もう少しこう具体的なというか、より下世話な話になりますと、その与えられた関数の接平面を計算しなさいっていう問題が出てきますので、その辺の計算の仕方も含めて、その接平面の説明をしたいと思います。一応教科書では135ページですね、135ページの下の方に、セクションで両括弧の3となっておりますので、ちょっと書いておきましょう。で、教科書ではいきなりその関数 z イコール fxy が点 ab で前微分可能である、ほにゃ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 という話が展開されておりますけれども、一応ここでですね、その、我々が今住んでいるこの R3 ですね、ユークリッド空間、なんか我々がユークリッド空間に住んでいるっていうのもなんか変な言い方かもしれませんけれども、我々が存在しているこのユークリッド空間 R3 でのその平面の方程式とですね、その定め方をちょっと復習したいと思います。で、このユークリッド空間 R3 の平面というのはですね、実は2つのものを与えると1位に定まるということが知られています。具体的には、平面上の一つの点ですね。平面上か。だからまだ平面が与えられる前の段階では、その空間内の一つの点と思ってください。皆さんが今ここにいる空間内で、どこか一点を定めるということですね。それからもう一つは、この平面と垂直に交わるベクトル。これを、方線ベクトルと言いますけれども、今、方線ベクトルをこのように書きました。PQR というベクトルで。で、これは N のつもりで書いたんですが、高校までですと N の上に矢印がついた。もしくはその今でも場合によってはこういう文字を使う場合もありますし、あと大学に入りますと、場合によってはこの太文字のですね、このアルファベットを使う場合もありますが、方線ベクトルと。
で、ちなみになんでこの N 使うか皆さん知ってますか？なんで使うかって、方線ベクトルの時はよく N が使われるんですが、なんでか皆さん知ってますか？実はこの方線っていうのが、英語で言ったらノーマルっていう言葉なんですね。まあ、よくそのなんか通常のとかが表すノーマルっていう言葉なんですが、これ数学ではその方線まっすぐ垂直に交わるというそういう意味もあります。ですのでよくこの N が使われることがあります。で、まあ、この2つを与えると、まあ、1に定まるということなんですね。ですので、まあ、例えばなんですけれども、まあこれベクトルのつもり で、まあ、矢印の先端がこの赤いキャップの方だとしましょう。で点をどこにするかというのを悩むんですが、まあ、仮にそのこの水道の蛇口のですね、こう勾配が、なんて言うんでしょう、この水平になる点を選んで、でそこでこうなんかベクトルを定めると、まあ、ちょっとこの例はあんまり面白くないんですが、こういうふうにベクトルを定めると、で、まあ、それと垂直なですね、平面がこのように1に定まると、まあ、このようにしてこの R3 の平面というのは定めることができますというのを、まあ、復習ですけど押さえておきましょう。で、まあ、ちょっと一応ですね、これを図に書きますと、まず空間内に ABC という点を与えて、でそれからそこからそのベクトル N、PQR というベクトルを与えますと、まあ、それに対して、まあ、こんな形でこう平面が定まります。まあ、これをまあ H と置きましょう。でこの情報を使ってそのここからその平面 H の方程式を求めてみます。ですので、まあ、すでにやったことがある人もいるかもしれませんので、まあ、その人はまあちょっと、まあ、割と退屈かもしれませんけど、まあそう、まあ、忘れた人もいると思いますから、忘れた人はちょっと思い出しながら、聞いてください。で、まあ、そのためにはそのまず平面上の点というのが何らかの形で求まる必要がありますから、その平面上の点に名前をつけておきましょう。これを P と置きます。で座標を XYZ と置きましょう。そうしますと、まあこの右側の図ですと、例えばこの辺にこう P ですね。を置きます。で、まあ皆さん、今、まあ、多分ほとんどの人は線形代数でベクトルなんかも習っていると思いますので、そうしますと、このベクトル、この AP っていうのを考えるわけですね。でこのベクトル AP がこれなんですが、まあ、その AP をその今まで与えられた情報を使って表しますと、その成分っていうのは点 A の座標とそれから点 P の座標を使って表すことができます。で具体的にどう表されるかというと、
まあ、X 成分から順番に書くと、まあ、X マイナス A、それから Y マイナス B、それから Z マイナス C と。まあ、5を表せるわけですね。で、ここまでいいですか。で、次にポイントになるのは、その、このベクトル AP と、それから最初に与えたベクトル N の関係ですね。で、この N っていうのは、N っていうのはどういう性質を持つか、あるいはその平面っていうのが N に対してどういう性質を持つかっていうのは、最初、この平面を与えたときに、この平面っていうのは、この N と垂直に交わるっていうことを、交わるようにこう N、平面決めたわけですね。そうすると、あと実はこのベクトル AP っていうのは、その平面上にあるこうベクトルなわけです。さっきここで作った平面をもう一回例で見ますと、まあ、手が足りないかな。まあこうやって最初ベクトルがあって、それに垂直な平面が定まっていて、でそれにと対して、平面上の点 P を決めて、その点 P から AP ってこういうベクトルを作ったと。まあ、こういう感じですよね。そうすると、この AP って点 P が平面上にあるから、この点 A、ベクトル AP も平面上にあると。平面上にあるということは、この最初に決めたベクトル N と垂直に交わるということを意味します。ここでいいですか。そうしますと、ちょっと場所がないんで、こっちのここまで続けます。一応ちょっと記号を思い出してみると昔使ったことがある人いるかもしれませんが、まあ、AP と N が垂直に交わると一応こういう記号をこういうふうに書いておきます。垂直に交わるので、内積を取るとって書いたんですが、内積は皆さん大丈夫でしょうかね。まだ一度も切ったことがないっていう人はいますか？大丈夫ですかね。はい。一応、内積を取りますと、まあ、内積の記号はいろいろな書き方がありますが、ここでは一応、丸ポツという書き方で書いておきます。でこれが、まあ、ゼロになるっていうのが、この AP と N が垂直っていうことから導かれる結果です。で、じゃあその内積っていうのを具体的にこの座標を使って書くとどうなりますかっていうと、これはとこれも多分多くの人は覚えているかと思いますけれども、2つのベクトルの内積は、それぞれのベクトル のそれぞれの成分ですね、X 成分の積、Y 成分の積、Z 成分の積の和でした。ですので、この場合、AP と N の内積ですので、まず、X 成分の積ですね。まあ、ちょっと N の成分から先に書きますけれども、P×X-A。で、次に Y 成分の積は、Q×Y-B。それから、最後に Z 成分の積は、R×Z-C と。でこれが AP と N の内積です。でこれが0に等しくなるということなんですね。で、ここで実はこれがですね、この平面 H 上の点 P の座標 XYZ が満たすべき条件だというふうに導かれました。でこれのことを、XY、平面 H 上の点が満たすべき条件式、すなわちそれは方程式と言いますから、これを平面 H の方程式と言います。
まあ、このことを使いますと、じゃあ、平面 H というのは、どういう集合ですかっていうことを、まあ、数学においてはよく尋ねられます。まあ、多分、皆さん、道端を歩いていて、そういうことが尋ねられることはまずないと思いますけれども、一応、数学の授業に出ています、いると、じゃあ、平面 H というのを、集合の形で表してくださいと言われることがありますので、それを一応書いておきますね。で、平面 H というのは、まず、この XYZ っていうのは、ユークリッド空間 R3 の点の集まりですと。で、それは次の条件を満たすようなものですということで、これはよく数学で集合を表すときに書く記号なんですけれども、じゃあどういう条件を満たすかっていうと、まあ、この条件ですね、平面の方程式を満たすようなこの XYZ の点の集まりですと。ということで、一応まあ平面、先ほどですね、ある一点と、それから方線ベクトルを与えて定まった平面というのは、まあこのような集合ですというふうに表すことができます。ここまでまずいいでしょうか。R3 の平面というのはこのようにして定めるということですね。これを念頭に話を進めます。でさて、一応このことを踏まえて、まあ、全微分と、それから接平面の関係について説明をしたいと思います。で、ここでは、まあ、今日ですね、冒頭から何とか取り上げているように、その関数 fxy が点 AB で全微分可能な時という場合を考えてみます。で、その全微分可能なときに、どのような、fxi がですね、点微分、fxi が点 AB の近傍近くで、どのような式で表せたかというのをもう一度復習しますと、まあ、これ、皆さん最初、この授業の最初にも書いたと思いますので、今、また写す必要はない、必ずしもないです。分かる人は自分が前に書いたのみで確認してください。fxy が点 AB で全微分可能のときに、その点 AB の近くで fxy っていうのは、まず fab の値ですね。これに F の x による変動関数の ab における値ですね。かける x マイナス a。それから f の y による変動関数の点 ab における値かける y マイナス b。で、あと、それ以外の、まあ、よく我々お釣りの項って呼んでる項なんですけれども、まあ、これを除いた残りの、fxy にするために必要な項ですね。
まあ、こういう形でこう表されていました。一応この式も忘れないで書いてもらいたいんですけども、これが成り立つのはその xy、点 xy が ab に近づくときにこういう関係が成り立つということを言っているので、この部分まできちっと忘れずに書いてください。で、そこでですね、その今この部分はまあ直接その接平面を考えるにあたってはまあ いらない項ですので、ちょっとここは今無視するわけですね。そうしますと、この残りの項をよく見ますと、実は先ほどこの上の黒板の方で導いた平面の方程式によく似たものが出てきているんではないかということがわかると思います。ここがポイントですね。で、じゃあ実際にこれをもう少し変形して、その先ほど導いた平面の方程式に類似するものを出してみましょう。そうしますと、先ほど書いたこちらの左の黒板の式では、そのこれですね、これをこの fxy っていうのを左辺に書いていて、で他の項を右辺に書いていましたけれども、この fxy も右辺に移行してみます。そうしますと、まずそうか、いいのかな、まずこの fx の ab かける x-a から書いてますね。本当はこれ2項目なんですけども、これここから書いてみます。プラス fyab かける y-b。 プラス、あと残りの項を書くんですけれども、ここでちょっと符号を調整するためにわざわざマイナス1というのを出して書きます。で、z マイナス fab。ここでその f の xy っていうのは一体どこ行ったんだっていうと、実はこれが f の xy です。z として書き換えました。まあね、実この fxy っていうのはこの、まあ、z 座標の値を定める式ですので分かると思いますが、これを z と書き換えて、でこうすると、そうするとこの和が0になります。ここまでいいですか。で、問題はそのこれが一体何を表すかってことなんですね。で、こう勘のいい人はすでに気がついたかと思うんですけども、実はこの式はですね、この R3 内の一つの平面を定めているということを言ってます。で、それがどういう平面かっていうと、この上で導いた式とこう比べてみてください。そうですね、これをもう少し書きますと、先ほどその平面の方程式を導いたときには、その平面上の点とそれから与えられた点 A を結ぶ AP っていうベクトルと、それから平面の方線ベクトルとの内積が0になるっていうことから、この式が導かれていました。じゃあ
今ですね、これイコール0ってなっているので、その平面上のベクトルと方線ベクトルに当たるものがそれぞれ何かっていうのをちょっと抜き出してみます。そうしますと、まあ、この辺ですね、この辺が結構形がこう似てるってことではないかというか分かるんではないかと思いますので、これを一つのベクトルとして、こう抜き出してみます。それからもう一つですね、もう一つのベクトルは、その内積としてこう成分ごとにかかっている相手方なんですけれども、まあ、こういう形でこう抜き出すことができます。どうなればいいですかね。で、そうすると実はこの電微分の関係式から導かれたこの式っていうのは2つのベクトルの内積に置き換えるとこの2つのベクトルの内積ですね、この2つのベクトルの内積がこうゼロであると、そういう関係式を表すことが分かるわけですね。で、じゃあこれは何を言ってるかっていうと、まずこのベクトルを見てみますと、このベクトルを見てみますと、まあこういう2つのベクトルの差で表されていますので、これは例えば、R3 内にある点を取るんですね。A と B と FAB っていうのは何かっていうと、そのこの FXY の関数の点 AB における点ですよね。で、それと、まあ、XYZ。まあ、こういうベクトルと、それからこちらにありますベクトルは、まあ、AB における X の変動、変微分係数、それから同じく AB における Y の変微分係数、そうか、マイナス1だと下向きかもしれませんね。マイナス1と。で、実は、この式というのは、後から取っ手つけたような感じですけど、まあ一つの平面を定めているということになります。ですので、この関数のその上でですね、点の関数上の点で、点 AB とこの点で、この一つの平面を定めていることになるということがわかります。で、しかも、ただの平面ではなくって、この全微分の性質から、この平面っていうのは、ちょうどこの関数 FXY にですね、この点で接するような平面を定めていることになります。で、こういう平面のことを接平面と言います。もう少しきちっとした言い方で言うと、その関数 fxy の点 ab における、まあもしくは点 abFAB ですね、における接平面を定めるということになります。ここまでいいですか。実はこの全微分、FXY が点 AB で全微分できるっていうことは、そのことからですね、その点 AB において、その FXY の接平面を定めることができるということが、まあ大事な事実ですので、押さえておいてください。それと、もう一つ、この
切平面っていうのは、こう言ってみれば、その関数、この関数 fxy をですね、この点 ab でにおいて、こう平面で近似したものとも言えるわけですね。で、その近似したときに、使われたその x と y のその式の次数が、一次の式でした。だから x の2乗とか3乗とか出てこなくて、x の1乗、y の1乗しか出てこない。だから平面で近似したっていうことで、この接平面、もしくはここまでですね、ここまででこの fxy をですね、近似して表すことを、その fxy の、すみません、黄色いチョーク。これを fxy のその点 ab におけるまあ一次近似と呼ぶこともあります。一次というのはそのもう一度言うとこの x とか y っていうですねの一次の式までで近似したということで。でまあ、それをこう幾何的に言うとこの fxy をこの点 ab の近くでこう平面で近似したということを意味しています。ここまでいいでしょうか。でそのまあちょっと打足的な説明になりますけれども、じゃあなんでそのこういう一次近似なんていうのを考えるのかっていうことを疑問に思う人もいるかもしれません。で、一応こうやって式は出せるんだけれども、それはその大事なことは多分その目的だと思います。で、まあ僕もそれほどたくさんの応用を知ってるわけではありませんけれども、まあ関数のまあいろいろなですね、こう現実に存在するいろいろな問題を解く上で、その現象ですとか、それからモデルっていうのをこういう関数で表して、その関数のがどういうふうに振る舞うかで、その問題を解こうとするっていうのは、多分皆さんこれから、皆さんの一部は、中にはそういう進むであろう分野の中にもいろいろあるかと思います。で、そうしたときに、実はその現実の問題っていうのは、非常に複雑な場合が多いんですね。で、とても、その単純な数式では書ききれないものがいっぱいあります。で、そういう時によくやられるのは、なるべくその数学で数式を表し方を単純にして、その問題を解きやすくしようと。ただし、あまりその数式の表し方を単純にしすぎると、その現実の問題とこう食い違いが生じて、それでこううまく問題が解けなかったりってことがあるので、そこはちょっと注意する必要があるんですけれども、でも世の中の多くの問題はこのようにその一次の項までで表してこう問題を解くということでもうまく解ける場合がしばしばあります。ですのでその本来はその複雑なもっと複雑な式で表される問題をこのように一次の式までで打ち切ってこう表すことで、そのなるべくそのまあ、数学的に解く計算はなるべく簡単にしつつ、その現実の答えにそれなりに近いものを出そうと、そういう試みがよく行われるんですね。ですので、まあ、一次近似というのもそういう中から生まれてきたもののようです。で、そので、まあ、一応そういう背景があってですね、こう一次近似ですとか、それから接平面という考え方をこうが多くのところで使われているということを指摘しておきたいと思います。じゃあ、じゃあ一次の近似で間に合わないときはどうするのっていうことを多分疑問に思う人もいるかもしれませんけれども、まあ、そういうときには、例えばもう少しですね、この式の複雑な部分まで追っていく、二次の近似とか三次の近似とか、そうもう少しその次数の高い近似まで追っていって、でもう少しこうより現実の問題に近い計算ができるようにしたいと。そういう、こう、ニーズもあるわけですね。で、そういうニーズに対しては、これから、この後ですね、皆さん、勉強しますけれども、そのテイラー展開というのがありまして、そのテイラー展開では、もう少し詳しい、そのより工事の、近似の部分まで、きちんと扱えるようにすると、まあ、そういう理論が展開されます。はい。ということで、一応、まあ、その一次近似の話をちょっと
しておきましたので、また、ね、何かの機会がありましたら振り返ってみてください。ここまでいいでしょうか。それでは接平面に引き続きまして、今度は合成関数の微分の話に進みたいと思います。教科書ですと136ページの下の方にありますね。鍵括弧の4というところを引き上げてください。で、合成関数の微分については、1変数の関数の、微分にでも、にも登場してきましたので、少なくとも言葉は聞いた覚えがあるという人も少なからずいるかと思います。で、2変数、多変数の関数になりますと、今回の授業ではその合成関数の作り方が2通り出していまして、で一つはその1変数の合成関数を作る場合、もう一つは2変数の合成関数を作る場合にがありますので、それぞれに分けて話をしたいと思います。で、いきなりこう定理 4.8 というのがその教科書の136ページの下の方にありますので、それから説明していきたいと思います。まずここにその z イコール fxy というその二変数関数がありまして、でこれはユークリッド空間 R2 の部分集合 D の各点で全微分可能であるとします。で、次に今回その合成関数と言ってるんですけれども、その x をですね、 x をファイ t と表しますよ。それから y をプサイ t と表しますと。ですので、こう x と y をともに t を1変数とする関数で表したってことなんですね。でこれはその実数のある区間 i で微分可能な関数とします。でここまで書いて、そのじゃあなんかどういう例があるかなという話になるかと思いますので。ちょっとした例をちょっと作ってみましょう。例えば、z イコール xy に x2 乗プラス y2 乗っていうこういう関数を考えてみましょう。これはその、こう、この平面ですね、xy 平面にこう接するちょうどお椀型のような、そういう
こう局面を表します。でそこでこのファイとプサイとして xy をこう x を t y を t と表すようなそういう関数を考えてみましょう。でこれはどういう関数かというと x と y が互いに同じ値を取る点の集まりだと思っていただければいいので、ここですとその直線 y イコール x 乗の点の集まりですね。でそういう点の集まりですとこういう直線上になります。こういう直線上になります。で合成関数としてそのじゃあこの x と y にですねこの t を代入しますとどういうことどういう関数をこう作ってるかって言いますとこの z イコール x2 乗プラス y2 乗の x と y にそれぞれ t を代入しますのでこれ 2t2 乗ですかね 2t2 乗でそれはどこを表しているかっていうとまあこの z イコール x2 乗プラス y2 乗っていう局面の中で特にこの直線上ですねこの直線上にこうピューッとこう来た関数ですねを表すとこれがまあこのもともとの二変数関数にその x と y にそれぞれ t からなる関数を代入したこの合成関数を表します。まあ、今はこういう例を作ってみたんですが、まあその合成関数を作れるとなると、まあ例えばこういう例ですね。x と y が共に t の一つの変数で表されていると、まあこういう形の曲線を考えるということになります。でそこで、今調べたいのは、こういう合成関数として表せるこの曲線の、じゃあ、微分ですね。微分がどうなるかっていうのを、その元のこちらの与えられた関数ですね。この関数とか、それから、こちらのその関数を使って、この関数の微分を表したいというのが、まあ、合成関数の微分の基本的な目的というか、アイデアです。で、あとは、そのもう一つ条件は、このパラメータであるこの t が動く範囲の中でこの x と y の値はこの関数が定義される範囲ですね今考えている範囲の中を動きますということを言っています。でと今その、まあ、z イコール xy とそれから x が φt y が ψt と与えられるときにその合成関数というのを、まあ、結局最後はその t の変数にする一変数関数として表しますからこれを F なんですけど F の X に φt を代入して Y に ψt を代入したとこういう形になるんですけれどもと置くときまず一つの事実としてはその
この関数はその t の関数として微分可能ですというのが、まあ、まず一つ大事な性質として挙げられます。で、t の範囲っていうのは、まあ、ある区間 i を動きますので、この i で微分可能という話です。で、多分皆さんにとってもっと重要なのはその実際の計算の仕方で、この実際にその F の その t による微分を計算したいときにはどうすればいいかっていうと、まずそのこれ fx のは F の x による変微分ですね。x による変微分にこの xy をそれぞれ表すこの t の関数を代入したものかける、これはファイのプライムですから、その x の方の t による微分ですね。x を表す関数の t による微分プラス f の y による変微分に、まあ xy にそれぞれのその合成関数を代入したものをかける、これはこう y を表すこの t の関数の微分と。で、まあ実際に皆さんの計算に大事なのはこちらの式の方ですね。これが教科書ですと137ページの1行目にあります。4.8 式となっております。というのがまずその一変数の合成関数の時の、まあ微分の公式とも言えるようなものです。そしたら、まあ例題としまして、一つやってみたいと思うんですけれども、まあ、先ほど出した例題とだいぶ類似してるんですが、fxi は先ほどと同じ x2 乗プラス y2 乗にしましょう。で、次にその x と y のですね、合成関数をちょっと変えてみますけれども、x を今度は 3t として、それから y の方、これは ψt をこれ 2t とします。で、それから区間 i を0、1の下位区間としましょう。一応ちょっとこの状況をもう一回の先ほどと同じように図をまあ大雑把に書いてみます。まず最初に z イコール x 乗プラス y 乗を書きましょう。こんな感じですかね。で、今度はその x と y の、まあ、t による関数、合成関数なんですが、
まあ、x と y が、3t と 2t ですので、ここからその t を消して x と y の関係式を表すと、y イコール3分の 2x というふうになります。ですので、この 3t と 2t っていうこの点、座標はですね、この xy 平面上で y イコール3分の 2x という直線を表すということになります。まあ、大体こんな感じですかね。y イコール3分の 2x。で、この上で、その、この極、この局面上の関数を考えるということですので、まあ、ちょっと見づらいかもしれませんけれども、この直線上でのその、この fxi の値ですね、を考えると、これが、z イコール f のファイ t とプサイ t ということになります。一応これを計算しますと、これ、x と y にそれぞれ、この x に 3t を代入して、y に 2t を代入するわけですね。そうしますと、これ計算しますと、まあ、こちらが 9t の2乗で、もう一つが y の方が 4t の2乗で、合わせて和を取ると13倍の t の2乗ということになります。で、じゃあこの関数ですね、この関数をこの、まあ、large Ft というふうに表すわけですけれども、じゃあこれの t による1回微分を計算しなさいっていうと、今、これ、この large Ft がこうちゃんと計算された状況で、まあ、この、これを t によって微分すれば、こう直接微分すれば 26t ですか。26t って出るわけですよね。で、実はこれがですね、その先ほどの定理によると、その合成関数の微分の公式を使って、計算ができると。で、じゃあ具体的に計算してみると、正直に告白すると、ここの計算の部分は講義ノートに用意してなかったので、今この場で計算しますので、もし間違っていたら指摘してください。と、x2 乗プラス y2 乗ですね。で、まず x で、変動関数を求めますから、まあ、2x というのが出てきて、で、ここに、ファイ t を代入しますから、ここに 3t を代入すると。で、それかける、このファイ t の微分ですので、3t の微分ですから3ですね。で、次に、今度は fxy のその y による変動関数を計算すると、y2 乗だから、これ 2y ですか。2y。で、この y のところに、その、プサイ t を代入しますので、これ 2t を代入すると。で、これに、そのプサイ t の1回微分をかけますから、2ですか。で、計算しますよね。そうすると、6×3、18か、10、ん?あれ?何?あ、いいのか。18t、いいんだ、いいんだ。1項目の式から 18t って出てきて、で、もう1項目、y に関する方から、2×2×2 で 8t が出てきて、で、結果、26t となったということで、まあ、めでたくこの関数が計算できたというわけですね。
いでしょうか。一応今やったのは、その FT、こう FT をまあこう表しましたと。で、1回目の計算ではこれを直接 t で微分して、まあ答えを求めておいたと。で、さっき今やった2回目の計算では、今上の方で定理でありましたが、その合成関数の U の公式を使って、ちゃんとで、この FT の t による1回微分が出ましたということをやりましたので、一応基本的なやり方はこういう手順でやるので、覚えておいてください。ここまでいいでしょうか。すみません、ちょっと見づらいですかね。高さが見にくいかもしれないので、ちょっと上げておきますね。いいですか。で、以上がその合成関数のその合成がこう1変数の関数でここを合成したときなんですけれども、もう次にやるのはその2変数の関数を合成したときの話です。今度は教科書でいうと137ページの下から2行目にあります定理 4.9 です。で、今度はまず z イコール fxy という2変数関数が与えられておりまして、でこれは先ほどの定理と同じようにそのある集合 D で全微分可能ということにしておきます。で、次にその、今度は合成する関数が、先ほどは1変数の関数だったんですけど、今度は2変数の関数です。x が、ファイの uv という関数で、それから y はプサイの uv という関数です。で、この2つの関数は、やはりその R2 の部分集合 E で変微分可能としておきます。さらに、ファイの UV とそれからプサイの UV という点ですね。で、これはその UV は E から取ってきた点なんですけれども、これは D に含まれると。で、これは何言ってるかっていうと、まあ最初 FXY を考えるんですが、この FXY っていうのが、例えば、この、まあ、D、今考えたところ D で全微分可能だとしましょう。で、
今考えている合成関数っていうのが、まあ、この、まあ、この E ですね、E で変微分可能であるようなこの集合 E におけるその UV を、これ移して、こう XY に移ってくるわけなんですけれども、この合成関数でこう移った先っていうのが、この D の中に入っていないと、こう、Z を求めるのに都合が悪いわけですよね。今、この Z を求めるには、Z を求めることができる対象としては、まあ、ここの D の中の点だけを考えますよってことを言ってるんで、だから、もともとのこの U と V をこう、移してきたときに、まあ、この D の中に入ってないとまずいということで、この式は何を言ってるかっていうと、このパラメータ、この合成関数で移された点ですね、この UV の点をこう移したものは全部この D に入ってくるので D の中に含まれるので、まあ安心してその fxi を使って z を求めることができますということを言っています。でこの時にえっと関数ですね、f のUV っていうのは最終的にこれをですね、その U と V の関数として表すわけなんですが、ですのでこの F の X と Y にそれぞれ Φ と Ψ を代入するという形になりますけれども、これはまず性質としていることは、この U と V が元から、もともとあったこの E において変微分可能ですということを言ってます。番号つけるの忘れちゃいましたね。すいません。番号をつけたけど消してしまいました。で、まずこの合成関数は E において、まあ、UV に関してですね。UV に関して、すいません。UV に関して、変微分可能で、で、多分皆さんにとって重要なのは、その次の公式だと思うんですけれども、じゃあこの、このラージ F ですね、これを U で微分したらどうなるかっていうと、まず U による変微分は、まずこの FX、X による変微分ですね、F の X による変微分に、この合成関数を代入したもの。かけることの、その x を表す φ の方の微分ですね。φ の u による変微分。で、足すことの、今度は y による f の変微分ですね。かける、これは今度は y を表す ψ の u による変微分。っていうのがまずその合成関数の u による変微分になります。これがその教科書でいうと138ページの 4.9 式です。それからもう一つ、今度はその合成関数 F の、その V による変微分が必要ですので、
これどうなるかというと、まずその x による f の偏微分の にかけることの、今度はファイを v で偏微分したものですね。で、プラス、今度は f を y で偏微分したものに、今度はプサイを v で偏微分したものをかけます。で、これが、教科書の 4.10 式です。ここまででしょうか。まあちょっと u とか v とかですね、こう φ とか ψ とか入り乱れてますけれども、一応何を何で偏微分したものをかけるかっていうのをよく注意しておいてください。で、まあ、最後にこの例題としまして、その極座標変換の場合のその、まあ、合成関数の微分をちょっとやっておきたいと思います。今ですね、f スモール f の、まあ、x と y は、まあ、ある叱るべき場所で全微分可能であるとしましょう。で、それからと x と y の合成関数として、これまでしばしば登場させていましたけれども、その極座標表示を考えます。すなわち、x を r コサインシータと表して、で、y を r サインシータと表します。で、この fxy とですね、この極座標表示を合成しまして、最終的にこの f をまあ、R と θ の関数としてまあ表しましょうという話です。で、まあ、この時に、まあ、このラージ F のその R による偏微分、それから θ による偏微分がまあどう表されるのかっていう話なんですけれども、dfdr の rc ですね。で、これは先ほど今やりましたそのこの合成関数の微分の公式に従いますと、まずこの f をその x で微分しなさいと。で、
まあ、x と y にはそれぞれ r コサインシータと r サインシータを代入したものを持ってきます。で、次にそれにかけるものとしては、先ほどの公式を見ますと、ファイを u で微分したっていうことですから、この x を、x はこれですね、x は r コサインシータ、これを、r で微分したということなんで、コサインシータがきます。あ、一応そうか。u と v、定理でいう u と v との対応が、まあ、つかない、を一応覚えておく必要がありますね。u は、r に対応して、で、v は、θ に対応すると。まあ、こういう対応をとっています。で、これに、今度はその f の y による変微分をまあ持ってくるわけですね。で、それにかけるものとしては、ψ を u で微分したということは、ψ だからこの y ですね、この r サインシータを r で微分したものですから、ここにサインシータが。でまあ、同じように、シータでの変微分を考えますと、前半はこれ f を x で微分したものですから一緒です。で、今度は、今度はファイを v で微分するですから、ここですね、r コサインシータをまあシータで微分すると。いうことになりますので、θ を微分するとマイナス r サイン θ となります。で、最後は、この df dy の部分は先ほどと同じで、で、次に、ψ を v で微分するですから、このこれをですね、これをシータで微分するんですね。そうすると、変微分するんですね。r コサインシータと。まあ、こういう形になることが分かります。で、これ実は、教科書の138ページにあります、例題 4.4 のその途中までですね、計算したものですので、まあ、その続きを計算すると、その例題 4.4 にあります公式を確認できると思います。まあ、これは、まあ、各自でやってみてください。はい。というところで、ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、まあ、だいぶ時間がいい時間になってきましたので、今日は、チャイムになりましたね。今日はこの合成関数の微分までということにしまして、次回はこの続きの高次変動関数のところから始めたいと思います。じゃあ、また来週頑張りましょう。お疲れ様でした。